はいどうも。えーっとですね。山本太郎、令和の山本太郎さん。あの、N 国の山本太郎っていうのもいるんでね。令和の方、メロリン級の方なんですけど、メロリン級が、ええー、そうですね。なんかちょ、ほんのちょこっとだけ、あのー、過激なことを言うんですね。あのー、今回もですね、NHK さんに、あのー、統一協会に対してビビってんのあんたら、あのー、 ちゃんと放送しなさいよみたいな感じのことを言ってですね、えー、そう、なかなか言えないことを言ったので、えー、大絶賛みたいな感じの扱いを受けてるんですね。で、この感じがですね、えー、うんとね、僕がこう、なんか動画の編集をしてて、チラッと見た石原慎太郎の感じにちょっと ダブりまして、うーんとね、んなんか、後から謝るんじゃないかと思うんですけど、あのー、あんなのは朝鮮玉入れだから、つっ,ってこう、なんか笑うわけですけど、なんかね、多分パチンコ屋の人は、日本人はですね、あのー、 あ、なんかちょっと、日本じゃなくて朝鮮半島系を落としたっていうことで、ちょっといい気になるんですけど、おそらくですよ、僕の感覚だとですね、石原慎太郎さんと、えー、朝鮮半島系のパチンコ屋さんは、えー、パイプが太いんじゃないかとね、あの画像なんですけど、画像を見ただけで思いましたけど、 あ、じゃあ、画像を見ただけで、ネットの中の人が思ったっていうのを僕が見たっていう話ですね。なので、今回の、なんかね、山本太郎ってこう、メロリン級の方ね。メロリン級って、うーん、うーん、なんかね、表面的には、あの、うーん、一般的にこう、 経済的にそんなに恵まれてない日本人向けには優しい言葉を放つんですけど、なんかね、向こう側で繋がってる感じがあるのかなわ <laughs> かんないそ。そんな感じのことをですね、ネットの方は感じてましたので。 うん、僕はね、メロリン級はあ、基本的に何もやるつもりはないんだけど、やっていくのかな政治の世界でトップ取って、また石,石原慎太郎みたいになってやるぞみたいな感じなのかなもし石原慎太郎があの、韓国朝鮮の人だったら、あの、そ、そちら側の、 人からするとですね、えっ、ー、と、大爆笑なのかなと、思うんですけどね。あの、国籍が見えないから、日本人が一生懸命当選し、投票して当選させてるみたいなね。変なことを言うな。僕じゃないです。ネットの人の書き込みですね。あ、暗くなった。帰ろう。はい、えーと、僕の、あのー、 感じだとですね、うーんメロリン Q とタ太郎カットはですね、ちょこっとだけ、えー、雰囲気が似てる気がしますということで。はい、以上です。